久保さん。いやーね、あの、奨学金はね、きついっすよね。うーん。まあ、ああの少、少子高齢化でね、今後日本が衰退していくっていうのは目に見えてるにもかかわらず、これを撤廃しないっていうのは、ね、今なんかその、なんですか、政策がちょっとなんか出るのかなあの、超少子化に伴って、なんか、 ニュース見たのが3人だったが3人生まれたらなんかどの子のみたいななんかお金支給みたいななんかあるみたいですけどまあそれもそれであれですけどねただ教育っすよねうんだからその会社もそうですしまあ人生というかそのなんですかね教どういう教育を受けるかによって人材が育つ育たないっていうのがあるじゃないですか昔ですね世界丸見えテレビだったかな 相当昔ですけども、世界丸見えテレビでその、その一家はね、窃盗集団だったんですよ。で、幼少期から親がどういう教育をしてたかっていうと、イエス・キリストがいて、イエス・キリストの十字架にはこの釘が刺さっていたと。で、イ,イエス・キリストはね、もう釘を打たれて痛かったと。だけど、ある子供がその釘をね、盗んで、あの、釘を取って盗んだことによって、 痛だから盗むことはいいことなんだよっていう教育を受けて育った子供はその後まあ窃盗集団の,あのそれで一家家族全部窃盗集団っていうでももしそういう教育を受けてなかったらまあそうはならなかったかもしれないですよねだからきどんな教育を受けるかって超大事じゃないですか。 うん、な,なんか、狼少女とかも結構有名な話だと思うんですけど、狼に育てられた人間が狼みたいみたいなね。これ本当にあった話なのか、作られた話なのか。でも本当にあった話かなうん。狼に育てられた少女は、もう、四つんばでこう歩くみたいな人間だけど。だからどういう教育っすよね。狼から育てられたらそういう教育になりますよね。人間としてじゃなくて、狼として生きていくっていう。 だからその、それが、多分考えれば、考えればというか、頭のいい人なんだから、政治家のトップの人が、僕が言ってるようなことが分かりませんっていうことはありえないと思うんですよ。僕が今話していることが、政治家のトップの人たちが分からない、知りません。教育は大事じゃない。別にそれはそれだろう、うみたいな。それは考えれば分かると思うんですけど。<laughs> うん、だからこれからの日本を考えるんだったら、 うん、そういうところにお金を突っ込んでいかないと、うん、まあぶっちゃけもう日本からどんどん離れてますからね。日本からどんどん離れてますよ。優秀な人たちは。日本に未来はないっつって。<laughs> そうじゃないですか <laughs> あの。海外行ってますよ。うん、だからなんかもうそこの政策をしない限り日本の未来は結構きついでしょうね。うん だけど、まあですかね。一部の人たちはやっぱ自分が可愛いんでしょうね。うん。いってらっしゃい。